るあれが軍玉閣だ。うえ、しまった、道案内役なのに天井への行き方がわからない。でも地図上から軍玉閣の位置を直接探すのもあり。その近くに上がる方法。見ろ、装置だ。この位置にあるからにはきっと軍玉閣と関係があるはずだ。きっとそうだ。止まれ。何者だ、勝手に用地に入り込むとは。そうだそうだ、オイラたちは招待され。あ、いや、また、まさか軍玉閣に招待するふりをして実はここに来たオイラだ。あ、怒ったぞ。何を、普通に仕事。意味がわからない。来るぞ、やって。
何事？国政様、この不審者たちが奇襲機に何か…誰が不審者だ？ん？軍玉閣？君たち招待された客人でリーウェイ…あ奇遇ね。ん？私は国政リーウェイ七世ユウ旅人、君のことは知ってるわ。行幸の客人。おお、こんな荒野でお金持ちと会えるなんて思わなかった。壊れた天候古城園の奇襲機が一夜で修復された。この戦艦軍たちがいるのも誤解だったんだな。はい、そもそも仙人の作った装置を直す。それはな、国政でいいわ。そうね、彼女が君を呼んだのはモンドを救った英雄に中立を保っていてほしい。別に誰かの味方でもないよな。あの仙人たちだ。その守るは上から目線の傲慢のこと。君たちは凡人、彼らの守る対象だから。彼らは君を、だから行幸が現場を封じ民を取り調べて資格を探すなんて命令。そう、彼確かに。でも国政みたいな仙人を敬わない理由。時間の概念が薄いだけで敬えと。彼らいい、今のは忘れて。とにかく今回彼らの行動は、帝君の殺害は尋常じゃない。こんな事態を前に彼らは直接攻撃して、思いのほか理性的ね。意外だわ。行幸はね、仙人の時代は終わった。リーウェ七世さえも。うわぁ、まあ話は以上よ。ここまで話すつもり。さあ軍玉閣に行きなさい。リーウェの富豪たちにとって軍玉閣に登ることは最高の栄。もリーウェイの文化だぞ。まあまあ、手土産は後でいいから。まずは本当はここに来なくてもいいの。リーウェイではまた会いましょう、旅人。うん、あのユウヘンは仙人を敬わないけどあっさりした人だ。そうだ、行幸への手土産はどうする。うん、そうだ、昨日夢で行幸みたいな大富豪に、それを手土産にしようぜ。ピキーンって感じで。まずは材料だ。急げ、栄光と。
相手を間違えたなら。助けてくれてありがとう。あの報道団たち楽勝楽勝。分かってる。いいえ、君、俺はリーユエコー明星祭の教。まさか報道団と同じ遺跡を見つ。恩人様、何か必要なものは。待った。あ、おや、どういう。プレゼント用の箱はないか。綺麗なやつ。お菓子。もちろんさ、骨董業者たるもの、箱は必需品。店主には俺から言っとく。よかった。愛心。ええ、彼から聞いたわ。うちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの。彼に何かあったら私の商売。さ、この箱自体が骨董品でね。おお、そうだ、他のもの。ええ、品物は棚にある。旅人、この大きい銅管すごそう。これをボール代わりにしてかき混ぜたらできた。唯一無二の愛心。ここに積み立ての花があるわ。やった、オイラたちの栄光と富を箱に。ジュエリーは品切れ中だが、珍しいものもあるよ。こっに。け。ね。ね。言われた。こんにちは。はい、カズはどうしま。それ
えない。正解です。ここからどうぞ。お二人は行幸様が本日招待したお客様ですね。その通り。けど今のは客人の暗号ではなく幽変限定の暗号。待ってたわ。絶はあ、行幸だ。はじめまして。プレゼントを用意したんだ。私に？どうも。招待したのは私な。そんなことない。この宮殿の位置は全ての山よりも高く、ここからリーユエコーの商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた。最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も、今やリーユエ上空の月を覆う、そしていつか七国を覆うことになると、軍玉閣に登れる客人はそう多くない。セピュロス騎士団の代理団長は、だからあなたがリーユエについて、何？そしてあなたたちが防御旅館に着いた時にあなたたちの動向を把握。まさかオーナーって七星の？違うわ。防御旅館の者全員ブイブイ奇襲機のところで。ずっと上で見てたのか？こんな距離からの地獄の働きよ。あなたたちに興味がある、関心を持つのも当然。ええ、仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのも分かる。魔人戦争は聞いたことあるわね。かつて魔人が数多といて長い戦争があった。テイワット大陸に残った七人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り、幸運閣は見えるかしら？あれは自然にできた景観ではなく、岩の槍の下には七神の座を手に入れられなかったかつての魔人が封印されてる。魔人だけでなく俗世の七姿勢も死ぬことはあるわ。帝君の逝去は理由、次の元神が現れる。けれど帝君のことは忘れないわ。その時理由への人々と戦、新たな時代でも理由へ七姿は帝君の民よ。帝君に歯向かうなんてあの日のこと、あまりにも突然で対応しようがなかった。その場にいたなら七星の敵はとうにリーユエコーにいる。厄介なことになる前に行動しないと。だから私は先祖の亡骸を隠して敵の行動に牽制をし、その敵って誰のこと？さあどう思う？正解よ。はあ、外の景色は綺麗だけど高い場所。
楽にして。いいのか？ええ、ここに招待したのはあなたたちと友人になりたいからよ。ん？これが伝説のあの壁？あら、知ってるのね。講談師が言ってたんだ。その壁の紙はみんな欲しいって。その壁にはリーウェの秘密があるからよ。でも旅人、リーウェ商業の秘密はあなたに。できれば、もし私と国政のうち信頼できる相手を選ぶなら。気の強すぎる彼女が七星になっても私のフォローは必要だと思ってたけど、仙人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければ、リーウェの未来はどうなると、私の心にあった迷い。確かに帝君の逝去は七星にとって有益ね。でもリーウェのためには七星三奪のデマに。ええ、情報を封鎖し亡骸を隠したのはケイ・ファリュイは帝君の死を理由に外交の一線を越えようと数多くの暗躍をしているわ。また総選儀式を許可したのも七星がリーウェを全面管理するための時間稼ぎ。もう、七星が儀式を許可したのはオイラたち。そうだ、目的を果た。構わないわ。手土産をあげたらお返しがもらえるって聞いたけど、どうかな。あなたたちにはたくさん迷惑をかけたもの、そのお詫びとしてここから好き。やったー、待ってたぞ。オイラ、あの壁にある紙切れだ。そんな目で見るなよ。あの壁の紙切れは、それが丸々1ページだったら選ぼう。一番大きいやつだ。選ぶまでもないな。一番、ふむふむ。ん？丸をつけられてる場所ってまさか金器、滅脚、お宝。ファデュイが金器滅脚の札を秘密裏に研究して。もう、ファデュイは裏で悪いことをいろいろしてるってさっき行幸も言って。でも金器滅脚の札の研究、そういえばお前も近畿滅却の札を持ってたな。調べてみるか。え、そうなのか。じゃあやめた方がいい。ふむ、つまり行幸への不信感が募るほどか。ちょっと理解。でも勝利と合流する前にこの資料に書いてある場所に行ってファデュイに探りを入れてみるか。
本当に資料に書いてある通りパデュイがいるぞ。しかも敵意丸出しだ。熱々でしょ。みんなを
札と白紙の紙がたくさんあるぞ。何に使うんだろうな。この模様、そうだ、こうし、ふむ、仙人に関するものを講師が持ってるのも、ああ、禁忌滅却の札は目印として使うために作ったわ。確か魔人戦争中に戦利ファデュイが禁忌滅却の札を書き写してるのは、戦争中に戦力を発揮する。うー、危なそうだな。複雑だな。さて、そろそろ総選儀式準備の旅の終点、早く行こうぜ。時間通りだな。軍玉閣はどうだった？すごーく広かったぞ。そして確かにその点においてはリーウェイ一行幸にもあったんだろ。お金持ちで気前が良くて親切な人。こいつはオイラと違って素直。おや、国政にあったのか。仙人の時代は終わった。リーウェイ七世さえもそれを受け確かに同じ七世であっても何でも話す国政より行幸の方が親切ではあるが、裏がどうなっているかはわからない。ああ、彼女は実力で、軍玉閣はまさにその志の表れであり、彼女にとって2番目に大事なものだと聞いた。何があっても軍玉閣が2番目。モラサ、そうだ、ファデュイに関する話もしたぞ。帝君が殺害された後、ファデュイはリーウェで悪いこと。ファデュイはいつもそうだからな。想定のうちだ。ファデュイの目的は知らないが、そういえば敵歌集に。ああ、今日は痩せルリユリ、なんでここで玉境内に。そうだ、ピンバーヤにあった。いや、あれは人工栽培のもの。ルリユリはかつて敵歌集に大量にあってな。敵歌集は昔陸地だった。マジ今城内には人工栽培のものが残っている。だが野生のルリユリの香りは濃く、粉にして衛生鋼の香炉に入れることが総選ので。しかし花を手に入れるにはお前の力が、いや、その香りを濃くするために。で、お前歌はと。ふーん、やってみればわかるさ。元気出してよ。
またか。これはトリックフラワーという。トリックフラワーはルリユリと長い間一緒に埋まっていたせいで、今や最高の薬剤となっている。本当か？じゃあ残念だが、で、ルリユリをお探しで。あ、お前、名前が思い出せない。シャンリン。私はカンウ。ところで、軍力か。カンウが生き方を教えてくれなく。え？道は他の人に聞いたんだ。はい。しまった。お、カンウ、それに最初に会った時と。お、あの時は天柱園の使者で。花見？なんで城内。緑境内は帝君聖居の場所。あそこで花見を。ここ数日緑境内で仕事する。ああ、まだ気持ちの。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。ええ、帝君の魂が皇帝へと帰り、他の5人、稲妻のライデン将軍を含む今の属世の七神聖、最も若いスメールの宗神は500歳です。元王帝君は6000、3700年の歴史を持つリーユエは、建立当初から帝君が。では、その。え、急に聞かれて。人として帝君のいない。仙人として、いずれ受け入れなければならない事実だと思います。ん？私は人類とキリンの根血、半分は仙人です。戦争が終わった後、私は帝君と契約を結び、歴代七聖の秘書として今日まで働いてきました。他の話をしまし。野生のルリユリの場所を知ってます。ではいただくぞ。え、カーンも歌。ええ、伝統はちゃんと把握してます。おはこちらこそ。まさか帝君の操船儀式の力になれるなんて。そろそろ戻ります。これで操船儀式に必要な準備。花の剣は他のものより比較的簡単だから、最後に取っておいたんだ。うん、勝利がリーユへ。企業開拓、何でも最初は難しいが、摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出て。用事は。元気出してよ。ミュージック。
いつもと雰囲気が違う。何かがあったようだ。念の。ああ、お嬢堂の勝利。千眼軍が我々を監視してる。今は非常時だ。非常時？ああ、絶運のま避難しに来たのか。おそらく七星のうち数名が迎えに行った。まあ迎えというか、双方とも強気に出てるから。こうなるのも仙人たちが重要視するのは元神との契約だけだ。彼らが強引に攻めるならきっと止めらだが、リーゆえ七星が動かないわけがない。彼らが強気に出たせいで。それでどうしてファデュイが嵐が来ようとするときこそファデュイの動向。ち、今さら俺らの行動。とにかく勝利先生は孔子様の協力者だ。弱みを握られ。どうやらリーユエコーの様々な矛盾が限界に。それは特殊な中立的立場から仲裁したいのか、それともお前個人の武力で。どちらにせよ勘。あ、そうだ勝利先生、王城堂も巻き込まれて今千眼軍と対峙してると聞いて。まずい、私は王城堂に戻らせてもらう。風同士がうまく対応しているといいんだが、旅人、一触即発の爆発を止めるより新刊はどこ。ふう、ファデュイと仲良しになると。それで勝利が言った新刊ってなんだろうな。なるほど、確かにこういう、きっとみんなが忙しい時を。でもこういうどこもかしこも混乱に陥っている時、彼は